ただいまご紹介に預かりました、不動産関係士の西原俊子と申します。よろしくお願いいたします。早速始めさせていただきます。地下動向ですねと言いますと、今日いらっしゃる方々はほとんど大家さん、もしくはこれから大家さんになろうとされている方々だと思いますので、地下と言いますとあんまり賃料に比べてですね、家賃に比べて関心は薄いんじゃないかなというふうに思われるんですけれども、ただですね、確かに賃料の地高性というのがありまして、家賃、賃料ですねというのは地価の変動がに比べると、緩やかですし、地価 の変動に遅れて、影響を及ぼすというものですから、地価ほど激しくは動かないんですけれども、とはいえですね、やはり地価の上昇が、大きいところというのは立地のポテンシャルが高いということになりますので、結果として、賃貸需要も旺盛なところということになりますし、あとはですね、皆様がお持ちの収益物件の資産価値にも、当然のことながら大きく影響を及ぼします。でさらにはですね、これからさらに収益物件を増やしたい、取得したいという方にとっては重要な指標となりますので、ぜひ関心を持っていただければと思います。で、まずはですね、皆さん特に関心どころは広島エリアだと思うんですが、最初にですね、全国のお話をさせていただいた方がより広島エリアについての理解もご理解も深まると思いますので、全国の、様子の方からご説明させていただきます。はい、こちらがですね、これ国土交通省の、方で、公表しているデータになります。ですから皆さんもインターネットで探すと出てくると思うんですが、まずこちらの方から、ご説明させていただきます。こちらですね、令和5年1月1日時点価格時点、大体、今年の3月に公表された地価工事の動向になります。特徴としまして、特に令和5年の 赤い枠のところですね、ご覧いただくと分かるんですが、全国的にしかも全用途ですね、上昇しております。でしかも令和4年に比べてさらに上昇率がアップしているんですね。あと特徴的なと、全国でいきますと2年連続上昇、上昇率が拡大、そして、3大都市圏においても2年連続で上昇、大阪県も一時ですね、これはコロナの影響だったと思うんですが、上昇がコロナの、コロナが落ち着いたのに合わせて3年ぶりに上昇に転じていると。あと、特に特徴的なのがですね、地方の方ですね。その中でも特に地方4市ですね、皆さん地方4市どこだと思いますか。こちらにもですね、小さく書いてありますけれども、札幌、仙台、広島、福岡ですね、失礼しました。ということで広島、皆さんの、お住まいの広島もこの地方4市に入っているんですね。でこの地方4市というのが今熱いんですね。見ていただくと地方4市のところ8% 以上上昇してまして、しかもこれが、ずっと 8% というわけじゃないんですけれども、10年連続の上昇なんです。はい、地方4市広島も入っています。で、その他のところも住宅地ですね、ここわずかながら 0.4% 上昇しているんですが、これが28年ぶりなんです。28年前というと平成5年ですから、バブル崩壊直後ですよね。実にもうほぼバブル期以来の上昇なんですね、地方の、その他の地方ですね。で、その背景なんですけれども、やはりですね、コロナが落ち着いてきて、景気が緩やかに持ち直していると、特に最近は株価の上昇も、顕著ですけれども、そういったこともあって、都市部を中心にですね、上昇が継続しているということで、やはりコロナの、前の回復傾向が見られると。あとは住宅においてはですね、やはり低金利が続いていること、あとは住宅ローン減税などですね、いろいろ住宅取得支援の、そういった効果も現れていると。
あと、まあ、これは、まあ、そんなに大きな影響はないんですけれども、一部でやはりウィズコロナということで生活スタイルが変化している、まあ、よりですね、まあ、広い家、広い、土地を求めて、まあ、郊外も上昇が、郊外にも広がっていると、まあ、そういったところもあります。あと商業地ですね、こちらの方は出ておりますけれども、やはりコロナが落ち着いてきたということで、まあ、店舗需要ですね、もう回復傾向にあると。あとは、まあ、広島も、まあ、この後お話しますけれども、再開発事業が、地方もあちこちで進展しているということで、そういったところを中心に地価の上昇が、継続していると、まあ、あとはインバウンドが復活してきたというところですね、まあ、そういったところで商業地も地価が回復傾向上昇に転じているということが伺えます。まあ、このようにですね、もう地価は特に東京なんかはマンション価格もですね、地価もですね、もう平成バブル期を場所によっては超えています。まあ、本当株価と一緒なんですけれども、まあ、そういった状況ではあるんですが、ただですね、これが平成バブルとのですね、違いなんですけれども、平成バブルの頃というのはもうどこもかしこも地価が上がってたんですね。私も父親が不動産業をその頃やってたんでよく覚えているんですけれども、もう本当土地はもうどこを買っても上がるんだっていうふうに言われておりまして、私の父親もですね、越後湯沢のマンションをですね、徹夜で並んで買って、次転売するときは倍になるからって言ってですね、張り切って並んで買ってたんですが、まあ、その越後湯沢のマンションも、まあ、どうなってしまったかっていうのは、まあ、皆さんもしかしたら、ご存知かもしれませんが、まあ、そういった時代でもうどこを買っても上がるんだって言われてたんですね。ところが今回の、まあ、バブルというほどでもないんですが、こういった地価の上昇、必ずしも平成バブルとは違ってですね、どこでもかしこでも上がっているというわけではないんですね。それがこちらを見ていただくと分かるんですが、県ごとのですね、こちらは地価の変動率になります。で、ピンクが一番、まあ、地価が上昇が激しくて、次がオレンジ黄色とくるんですが、見ていただくと水色のところ多いですよね。これ水色、まあ、あと青のところは下落しているところなんですね。で、変動率プラスの、地権というところが24、マイナスが22。確かに令和4年に比べて上昇しているところは増えているし、下落しているところは下がっているんですが、ほぼ同数ですよね。ですから県別に見ると日本全国のおよそ半分の県が下落しているということになるんです。まあ、広島はやや上昇という、ところなんですけれども、そうですね、他の、まあ、近くですと四国はほぼ下落に、下落が続いております。こちらは商業地ですね。商業地もほぼ同じような傾向ですね。こちらは、変動率プラスとマイナスが同数になっております。まあ、ですから報道なんかを見るといかにもですね、もう全国各地地価が上がっていますというようなイメージを受けるんですけれども、こうやってデータで見ると日本全国の半分の県は下落しているんですね。まあ、ですから地価が上昇しているというのは大都市圏や、地方都市の中心部から、まあ、その周辺のですね、交通アクセスの良いエリアに限定されているというのがこちらからも伺えます。まあ、よりですね、県の中でも差が広がっているんですね。まあ、この後の広島県の特徴でもお話しさせていただきますが、同じ県外でもやはり上昇しているところと下落しているところ、まあ、で同じ市町村の中でもさらに上昇しているところと下落しているところ、まあ、それだけ格差が広がっているという状況なんです。こちらはですね、10年間の、地価変動率の、
推移なんですけれども、これも分かりやすいですよね。上昇しているところと、あとは下落しているところ、まあ、特に左、遡っていくと、まあ、ほぼ下落しているんですが、まあ、最近になるとやや、まあ、黄色いからオレンジのところ、上昇しているところは増えてはいるんですけれども、それでもようやく半数といったところなんですね、上昇しているところは。で、ちなみに広島を見てみますと、広島はですね、優秀なんですね。6年前からほぼプラスになっています。まあ、ここの、令和3年というのはコロナの影響を受けてしまっていると思われますね。でもそのコロナの影響を抜かせば6年前から、ほぼほぼもう7年前からですね、ほぼほぼ上昇していると。で、広島市に至ってはそのコロナの、まあ、一番、影響を受けていたであろう令和3年でもプラスなんですね。まあ、ですからやはりさすが地方4市ということだけありまして、広島の地価の上昇というのがずっと続いていると、まあ、それだけポテンシャルが高いということになります。商業地も同じような状況ですね。まあ、特に広島で見ますと、コロナ直前はこちらはインバウンド効果もあったんでしょうかね、高い上昇率を示していました。で、コロナが落ち着いてからもまた上昇に転じているんですね。コロナの影響を受ける直前の、令和2年ですけど 7.7% も商業地、広島の商業地は上昇していたんですね。まあ、ご参考までに、こちらがですね、変動率上位順位表なんですが、こちらパッと見ると広島広島広島ってなってますよね。あれってなんかつい広島なのかなって思いきや、まあ、残念ながら北海道の、北広島市になりますね。ただ全く広島と関係ないわけじゃないんですよね。皆さんの方がご存知だと思うんですが、この北広島市というのは開拓したのが広島県人の方、和田育次郎さんという方をはじめとする25名の方が開拓したところがこの北広島市ということらしいんですけれども、その北広島市がなんと住宅地で行きますと上位、4位まで、全て北広島市が占めています。まあ、これはですね、野球場が新しい野球場ができるに伴、できるということと、それに伴って新しい駅ができまして、その周辺の再開発が進んでいるんですね。まあ、ですから特に上昇が、まあ、あとは札幌市の近郊ということで、今札幌もですね、かなり地価が上がっておりますので、札幌で買えないという方がより広くて安い土地を探し求めてですね、こういった北広島市とかその周辺のですね、市町村に、まあ、より需要が波及しているということも背景にあります。まあ、そういったことで北広島市は全国で一番地価がなんと 30% の、上昇率をして、示していることになっているんですね。そして商業の方もですね、やはり北広島市が1位になっています。まあ、こちらは先ほどお話しした、まあ、新しい野球場に伴う再開発もあるんですが、あとは北海道に、北広島市に関してはそうですね、企業進出も進んでいるということも背景にあると言われております。残念ながらこちらは下落率が高い順のランキングなんですけれども、見ていただくと分かるんですが、なんと先ほど上昇率はですね、全部北海道だったんですが、下落も北海道はしているところが多いんですね。残念ながら住宅地の1位は、変動率、ワーストと言っていいんでしょうか、まあ、下落率ナンバーワンは北海道になっております。あとはですね、広島もちょっとちらほら見えるんですね。こちらは、江田島市ですかね、江田島町になってますが、残念ながら、江田島町が、商業地の方でも、
商業地の方がですね、下落、ナンバー、下落率、まあ、ナンバーワンに、なってしまっております。で、こちら下落率、7.6% なんですが、まあ、こちらがですね、全国の、まあ、全国で見ても、まあ、一番下落率が高い、下落率が大きい、という、結果になってしまっております。ただ私も地図で、ちょっと調べてみたんですけれども、割と広島中心部からあれですよね、江田島ってフェリーで30分ぐらいで着くところなんですよね。で、確か高速でも1時間ぐらいですから、特に首都圏に住んでる身からしますと、中心部から1時間って全然通勤圏外なんですよね。だからなんで、でしかもちょっと見たら観光地としてもなんかおしゃれなカフェとかもできてるみたいですし、とても観光地としてもなんか魅力があるところなんじゃないかなって。しかも広島中心部からそんなフェリーで30分ぐらいで行けるなら、あら、なんかなんかとてもなんか理想的な観光地じゃないかなと思うんですけれども、残念ながらですね、やはりまあ、高齢化過疎化が進んでいるんですかね、どうして残念ながら下落幅がどうしても大きくなってしまっているようです。まあ、あと、ちょっとお話ししますと、まあ、最高地点、これは全国の最高地点ですね、山子楽器、これ有名なんですけれども、こちらの最高地点はですね、約坪、地下工事で1億8000万と、銀座の中央地、銀座の中央付近ですね、三越からちょっと行ったところなんですが、山子楽器というところがありまして、こちらはですね、まあ、多分マーケット的には坪2億はいってるんじゃないかと思います。畳2枚分がですね、もう2億ぐらいの価値があるというところですね。これが全国で一番地価が高いところになります。あとですね、こちらが、半年ごとの変動率ですが、変動率見ていただくと分かるんですが、前半の半年よりも後半の半年の方が上昇率が高いんですね。まあ、ですからそれだけ地価の上昇の勢いが高いという、強いということになります。あとこちら、この下の方のですね、表ですね、上昇横ばい下落地点数の割合なんですが、こちらがですね、とても特徴を表しているんですが、地方圏見ていただくと分かるんですが、地方4市なんとですね、広島も入ってますよ、上昇地点数の割合がですね 96.2%、 商業地も約 98% 近いんですね。もうですから、もうほぼ上昇していると、地点数でいきますと、ということになります。で、同じ地方でも地方4市以外ですと、上昇しているところよりも下落しているところの方が、こう見ていただくと約半数近くが下落しているんですね。ですからこの地方4市とそれ以外の地方との格差が非常に大きくなっております。ということで、平成バブル期のとの大きな違いは地価の格差が広がっているということなんですね。で、こちらを踏まえまして、ちょっと広島の方のお話をさせていただきます。広島、同じ広島県外の でもですね、格差が広がっているんですね。広島市は上昇しているんですけれども、上昇しているのは広島、あとその、周辺の市町村、市長ですね、あとは、東広島市とか福山市、まあ、こういったところ、都心部も、やはり都心回帰が見られるエリアというのは、住宅地で見てみますと上昇しているんですが、例えば、呉市とかですね、三好市ですね、そういったところですと下落していると。同じですね、広島市の中でもさらにその格差は広がっております。これがですね、各さらに細分化したですね、広島の中でも、まあ、区ごと、あとその他の、市町村ですね、ごとの平均価格とその変動率の表なんですね。で、見ていただくと分かるんですが、価格の高いエリアほど上昇しています。で、安いとこ、価格の、地価の安いところですね、
先ほど板島市、今板島市になっているんですね、まあ、とかあと、まあ、農村部の方になってきますと、地価の安いところになっていきますと、相変わらず、下落が続いていると、全体がですね24市区町、あるんですが、そのうち約半数が上昇してまして、まあ、半数弱、12箇所が、下落しているということになります。まあ、住宅地でいきますと、広島中心部、などのですね、まあ、住環境が良好なところだったり、まあ、広島中心部 の、 その、周辺ですね、近郊の駅周辺だったり、まあ、あと商業施設、あの大型商業施設ができているところなど、まあ、要するに生活利便性が高くて高いところですね、そういったところというのは需要が、旺盛で、まあ、地価の上昇が継続していると。特に最近その地価の上昇も強くなっていると。ところが、そうではないところ、まあ、あの同じ広島市でもですね、ちょっと郊外に行く、まあ、交通アクセスの悪いところだったり、まあ、農家集落地域、まあ、そういったところは、引き続き下落が続いていると。商業地でも、こちらは住宅地なんですが、あ、商業地も映ってますね。商業地で行きますと、例えば、まあ、広島駅周辺ですね、特に広島の再開発進んでますよね。私もあの駅降りかけてすぐ気づいたんですけれども、まあ、南口の方 の、 あの広場ですと、あの駅ビル今あの建てて、駅ビルのですね、建て替えだったりとか、あとはあの八丁堀とかの神谷町周辺でもあの再開発が進んでいると聞きます。あの例えばあの広島 YMCAあるところですかね、なんか新高層ビルが3棟、あの平成28年、令和、失礼しました、2028年度ですかね、完成ということで、30階近い高層 の、 あのオフィスだったりマンションが建つということで、そのあたりはやはりあのますます、まあ、地価が上がるんじゃないかと、言われております。例えばですね、こちらが地価の広島のですね、地価上昇、上昇と、ランキング1位のところと、あの地価そのものが高いところ出ているんですが、最高地点はですね、住宅地で行きますと中町ですね。こちらはまあ、もう実質、まあ、皆さんの方がよくご存知かと思うんですが、住宅地ナンバーワンと言いつつも実質もう商業エリアのところですよね。まあ、あの新しい高層マンションが建っているところなんですけれども、まあ、準高度商業地域ということで、あのマンションもですね、高価格帯のマンションの需要も一時あのコロナでちょっとあの陰りを見せてたんですが、またあのコロナが落ち着いてきたということもあって、高価格帯のマンションの売れ行きも良くなってきているそうです。ですから、まあ、こういったあの中町のですね、この辺りというのは実質あのマンション用地としての需要も非常に高いところなので、まあ、あの地価も上昇も、地価も相変わらず高い水準で推移していると。で、商業地の方の、地価最高地点ですね、こちらはなんと坪あたり、1200万になるんですけど、1200万超えるんですが、こちらは、まあ、あの八丁堀のですね、限定の目の前ですね、三菱 UFJ 銀行の信託銀行のところなんですが、こちらが広島県の最高地点ですね、坪あたり1200万超えております。あの店舗の賃料もはあのちょっとあの、まあ、下げ圧力があの強いんですけれども、オフィスはほぼ満室状態ということで、空室率が非常に低い状態が続いているということなんですね。まあ、ですからあの、まあ、この辺りは法人の投資家さんがあの主な事業者だとは思うんですが、あの、需要が今後も期待できるということで、上昇も拡大しております。住宅地の上昇率ナンバーワンのところが、白島町ですかね。こちらはあの
多分広島でも有数の高級住宅街だと思うんですけれども、こちらが上昇率ナンバーワンとなっています。やはり富裕層の方、中心にですね、需要が高い需要が、続いているということで、ますます人気が高まっている様子がうかがえます。商業地の方の、上昇率ナンバーワンはこれ中央通り沿い の、 あのイングビルというビルがあるところになっておりますね。まあ、あとはこういった八丁堀とか神谷町店が再開発、先ほど申し上げた再開発の影響もあると言われております。じゃあ今後ですね、地価がどうなるかなんですが、今後の予想ですね、先ほどから申し上げている通り、地価の格差というのがどんどん広がっております。でその傾向が今後も続くと言われております。まあ、主に、いくつかのパターンで申し上げますと、これ広島も入ってますよ、都心部もしくは、こういった広島のような地方都市の中心部ですね、そのあたりについては今後も、高止まりもしくはもう少し上昇するんじゃないかと言われております。特にマンション価格はそうですね、顕著ですね。なぜかと言いますと、やはり低金利ということもありますし、特にこういった都心部というのはまだまだ海外投資家からか、投資家の方から見ても割安感があると言われております。ですから東京に限らずですね、中にこういった広島のような地方の都市についても関心を示している海外の投資家もいますし、こういった都心部というのは今後もすでにもうだいぶ地価は上がっているんですが、高止まりもしくはもう少し上がる余力があるというふうに思われます。そしてその周辺ですね、都市近郊、都市近郊については、いくつかパターンが分かれるんですけれども、都市近郊で、中心部へのアクセスの良いところ、生活利便性の高いところは、の住宅地についてはやはりこういった低金利を背景に引き続き、上昇するんじゃないかと、どうしても都市中心部がもうだいぶ地価が上がってますので、そのあたりに手が届かない、あたりの、層の方々がのニーズがですね、高まっておりますので、都心部周辺の近郊のですね、利便性のいいところ、こういったところは引き続き、地価は上昇、するんじゃないかと言われております。もちろんこれは賃貸需要でも同じことが言えますね。ただ地価につきましては、近郊部は、金利の動向も結構大きく影響を受けますので、あくまでもこの低金利が続けばということになります。あとは人口の様子、人口次第ですね。特に、都心部というのは今後何十年かは数十年は人口はまず減らな、まずしばらくは減らないと言われておりますけれども、近郊については、人口減少するようなところについては、地価は下がってきてしまうだろうと。これは賃貸需要でももちろん同じことが言えます。でその他のエリアはですね、残念ながらすでに下落していますし、今後も、緩やかに、下落していくんじゃないかと、過疎化もどんどん進んでしまうんじゃないかと言われております。で、そういったところで特に問題なのが空き家問題ですね。2018年のですね、総務省統計局の調査によりますと、ちょっと5年前のデータにはなるんですが、ちなみに5年に1回この調査はなされますので、もうすぐですね2023年版の新しいデータは出てくると思うんですが、2018年、今出ている最新のデータでいきますと、全国のですね 13.6% が空き家なんですね。だいたい 7、8 件に1件は空き家というふうに言われております。約850万戸が空き家と言われているんですね。ただですね、この空き家の中には賃貸募集中とか売却予定とか、あと別荘とか、そういったものも含まれていますので、純粋な一般の方々が、想像される、いわゆる空き家ですね、ですと大体その4割ぐらいじゃないかと言われております。ただですね、別の民間調査によりますと、2033年、ですから、10年後ですね、約その空き家が倍になるって言われてるんですね。ですから単純計算しますと、その他の空き家、一般的に賃貸用とか売却用でもない、別荘でもない、いわゆる空き家というのは単純計算すると、10% を超えてくるんじゃないかと。全国の10件に1件以上は
空き家になるんじゃないかというふうに民間の調査のデータから伺います。まあ、ですから本当に全国で、まあ、広島県外でも地価が高いところ売買賃貸ともに需要がずっと、まあ、継続するだろうというポテンシャルの高いところ以外のところはやはり空き家は増えてくるでしょうし、まあ、地価もまあ、残念ながら賃料も下落も続いていくんじゃないかというふうに言われております。ということでじゃあ何が一番鍵を握っているかといいますと人口になるんですね。ですから人口が、まあ、皆さんがお持ちのマンションアパートのエリアのですね人口がどう変わっていくかっていうのが、気になると思うんでどういったところでそれが調べられるかというのを最後にご紹介させていただきますね。こちらがですね、国立社会保障人口問題研究所というところが出している日本のですね将来の人口が分かるサイトになっております。あくまでも推計、まあ、予想なんですがこちら検索していただくと分かります。このようにですね、まあ、いろんなデータがあるんですね。でちょっと初めて見るとどれ見ていいか分からないと思うんでちょっと私の方で特に広島県の方データ探してみましたが、まあ、こちらのサイト後でご自宅に戻ってからでもちょっと調べてみてください。結構面白いです。いろんな全国のですね各市町村の人口がですね今後どうなっていくのかっていうのが具体的な数字で分かるんですね。しかも男女別とか年齢別にも出ております。これがですね、広島市中区ですね、まあ、さっき一番広島の中でも地価の上昇が、勢いがいいところになります。まあ、広島県外で一番ポテンシャルが高いエリアということになりますね。2045年まで現時点では出ています。まあ、ですから今後また国勢調査でですねさらに、2020年版とか出てくると思いますのでさらに2050年2055年っていうふうにデータは更新されていくと思いますが、こちらで見ますと広島市中区はさすが、2045年になってもですね人口はほぼほぼキープしてますね。全体の人口は全国の人口は下がるはずなのに確かに2035年をピークにやや下がりますけれどもだいぶ人口は持っていると思います。あとは年齢別も見ておくといいですね。やはり若い特にですね賃貸、借りる一番借りる層ですよね、だいたい20代から50代ぐらいですかね。そのあたりの年齢が人口があまり減らないところというのが狙い目になりますね。そしてまあ、先ほど人口の下落が一番激しいところということで、まあ、ご紹介させていただきました江田島市の方になりますと、こちらはですね総数でいきますと30年間で半分以下に人口が減ってしまうんですね。まあ、これは極端な例でご紹介させていただいてますが、このように各市町村、広島市でしたらが各区ですねの人口の様子がこちらのサイトでエクセルで表になっているんですが、分かりますのでぜひお持ちの物件をですね、市町村市区町村もしくは今後ちょっと投資してみようかなと思われるようなですねエリアを探してみて様子を見ていただければと思います。すみません、時間ちょっと押してしまいましたがこちらで私の方からのご説明終わりにさせていただきます。皆様ご清聴ありがとうございました。